愛知県西尾市では吉良町や佐久島など合わせて4カ所ある海水浴場で一斉に海開きが行われました。このうち吉良町の恵比寿海水浴場では午前9時から市の職員や町の関係者などおよそ20人が出席してシーズン中の安全を祈願しました。海開きは新型コロナの影響で去年と一昨年は7月中旬でしたが、今年は3年ぶりに例年通り7月1日の海開きとなり、今日は朝から強い日差しが降り注ぐ中、泳ぐ連れが早速潮風を浴びながら水と触れ合う姿が見られました。去年は4つの海水浴場で合わせておよそ7万7千人が訪れたということで、西尾市では去年を上回る人出を期待する一方、暑くなりすぎると外出を控える人が増えるのではないかとの懸念の声も聞かれました。